ヘンシェル HS130HS130 HS ヘンシェル HS130 は第二次世界大戦中にドイツで開発された高高度偵察機爆撃機である。様々な機械的不具合により運用状態までには至らなかった。HS130 の開発は1939年4月11日と1940年2月20日に 初飛行士多2機の HS128 試作機から始まった。この試作機は、油圧キャビン、エンジン駆動のスーパーチャージャー、型持ち式収翼のテストのために使用された。この2機の試作機は、V1 号機がダイムラーベンツ DB601、V2 号機がユンカースユモ210という、異なる2種のエンジンを装備しており、両機ともに固定式膠着装置を持っていた。 この試作機の評価試験は成功とは言えなかったが、高高度飛行用航空機の潜在能力が、ドイツ空軍の特殊偵察部隊の指揮官、テオドール・ロベールの興味を引いた。高高度偵察飛行任務での HS-128 の潜在能力に対するロベールの関心により、ドイツ航空省は、ヘンシェル社に HS-130A という名称の偵察機として、 HS128 の開発を続行するように指示を出した。3機の試作機 HS130A が製造され、1940年5月23日に初飛行を行った。それに続き1941年初めには一段スーパーチャージャー付けの DB601R エンジン引き込み式降着装置を装備し、後部の収納層に2台の RB75、 30偵察カメラを搭載した全量産型の HS130A-0 が5機製造された。その後5機の HS130A-0 で評価とテストが実施されたが、性能上の著しい問題と運用を妨げる信頼性の問題が明らかとなった。HS130A-0 u 力の名称で、より長い主翼、ダイムラーベンツ DB605 バイトエンジン。 ヒルト社製スーパーチャージャー、GM-1 ナイトラスを機サイドシステムとよくかに、落下増装を装備した、HS130A-0 の改良型が2機、製造された。1943年11月には、HS130A-0、U6 の飛行テストの準備が整い、15,500メートルの高度を飛行してみせたが、 HS130A-0U6 も、その他の HS130A-0 と同様に、満足いくものにはならず運用飛行状態にはならなかった。さらなる HS130 の開発は爆撃機型へとつながった。計画された HS130 バイトは、カメラの HS130C は B 爆撃機計画の強作機として製造され、短い主翼。 遠隔操作防御重当、より大きくされたガラス張りのキャビンを備え 4000kg までの爆弾を搭載可能な HS130A とは大幅に異なる機体となった。V1、V2 と V3 号機の3機が製造され、V1 と V2 号機は BMW801 製型エンジン、完全武装を施された V3 号機は DB603A エンジンを装備していた。 さらなる HS130 の開発は、HS130D の名称の偵察機として、継続され、DB605 エンジンと複雑な二段スーパーチャージャーを装備することが計画されたが、製造はされなかった。HS130E は、通常のスーパーチャージャーの代わりにエンゼントラル、アンリッジシステムを搭載した HS、HS130A を手直しした機体であった。 ヘルツアウンリッチは、両翼に装着した DB603 バイトエンジンに空気を供給する、大型スーパーチャージャーを駆動するためだけの3機目の DB605 エンジンを、胴体内に搭載していた。この形式のシステムは、約25年前にゼッペリンシュターン R6 爆撃機の R30、16機で最初に、試されていた。もう一つの h s 百三十 a との違いは、 胴体内に搭載されたヘルツワンリッジ用エンジンの重量との釣り合いを取るために前方に延長された機種であった。主翼の下に3機のエンジンに燃料を供給する落下増装を取り付けることもでき、胴体下には胴体内エンジン用の空気吸入口が装着されていた。三機の h s 百三十 e が製造され、h s 百三十 e v 一号機は百四十二年九月に、 初飛行を行いヘルツアンリッチを作動させ12,500メートルの高度に到達した。HS130EV2 号機はエンジン出荷により失われたため、この機体の代替として V3 号機が製造された。続いて、全量産型の HS130E-0 が7機、発注され、初号機が1943年5月に初飛行するとともに、 遠隔操作防御銃道と主力化に爆弾を搭載する設備を備えることになっていた HS130E-1 が100機発注された。この発注は解決しない HS130E-0 のヘルツアンリッチシステムに起因する問題により取り消された。4機のスーパーチャージャー付き BMW801 エンジンを装着することによりヘルツ アンリッチシステムの問題を解決すると期待された HS130 回が計画されたが製造はされなかった。ウォープレーンズ・オブ・ザ・セカンド・ワールド・ウォーボリューム10よりありがとうございます。